見えますでしょうかね。こちらです。この上が2ミリになっております。ですからですね、ここをおバリカンであったりハサミでぼかしていくと、綺麗な刈り上げ色彩も出ますし、それがスキンフェードの周りとなっております。